だけが今の人だと、ね、貧乏者そのもうちょっと、ね、豊かな生き方しないで、そういうのをね、そういうのがやるところは生命として我が生命の分身で出会うところは皆全て我が子そういう出会い方するそうするとだねそういうのを爆言指針特度人間説法あるいはその身を現じて特度すべきものにために法を説くっていうこれはまあそのあれです観音行の言葉をそのまま引いてるわけなんです観音さんが33身返事でね、それで働くっていう、そのあれですね。要するに、観音様っていうのもね、いや、私がこれ観音様なんだ。もし、観音業の話に書いたあの、もし、貧乏心を現じて、得度すべきものには、貧乏心を現じて、ために説法する。あるいは描写心を演じて、説法すべきものにはために描写心を演じてために法を説くっていうねそういう読み方をしてそのあれ観音業アジアに書いたほんとはそういう文句はどこにありますかその、質問してきた人いるけどねそんなね長者神徳同社体感心得道者ってそんなまあまあわけのわからないこと言ったしょうがないそれよりも 病人に出会ったら病人の気持ちでっていうだから貧乏人に出会ったら貧乏人になったつもりでっていうそういうよりもあの思いやる態度だそれで出会うところは我が生命としてねそれが大切だでだからねそういうのが真実忍耐の働きです。しかるに鬼神のところに幼少死去をすることあり、斜行するところに断腸特随することある。しかるにっていうのはしかあればの意味だ。これまあ道元禅師の言葉の使い、いつもの使い方だね。で、鬼神斜行、鬼神するところ、それから斜行するところ、鬼神、身を捨て、命を捨てるって言ったってね、どこにも捨てようがないんだ。捨てるとこはあらへんねん。結局、人実行会、真実人であるのが、手実敗なんで、自分なんだからね。捨てようがない。だから結局、やるところは生命として打ち込むっていうことだね。そのところにね、幼少死去。あるいは断腸を特随する幼少死去っていうことは声を上げて響きをやめるっていうことで例えば静かにしろっていうことによってその静かにしろっていうくらいなら自分が黙ってないんだっていうことになるわけですそうでないその今とにかく打ち込むところにその幼少死去するところもあるそれから断腸の不随するというこの腹を立って水を飲むというねそういうものがあるつまりこの真実忍耐として転々して行じていくところに事実として文句心というの妄動はやむも事実でそれから真実忍耐の特随をするそういうことたとえ異煩悩より先に発足学道すれどもなおこれ自らが自尊として膨張するなり大体これを本当に天地いっぱいの命を生きてんだから天地いっぱいの命として働くっていうねことはねそういう学道の信心はこれもう異煩の昔から決まってんだだから時間的前後とか、あるいは遠近を超越して、そして、学道でない時はないんだ、本当は。我々の身は、もう本当に永遠の時から、天地いっぱいの命
として働くというのこれはもう昔から決まってる。でそれが疑問の王より先、疑問の王というのはね、疑問の王物っていうのは空母の時に出られた仏っていうことで、その仏以前にはその時間がなかったわけだ。だから愚翁っていうこと、愚翁から発足学道すれどもなおこれ自らが子孫として増長する、はい、これそれも永遠の昔から天地いっぱいの命を生きてるから天地いっぱいとして働くってことはもう決まってんだ。それの子孫として今ここでまだ天地いっぱいの働きをやるわけです。それで生命の内容がだからだんだん豊かになり豊富になっていくと。で人実法を変える世界というのは実法面ともに人海なり東西南北自由に上下を実法という他の表裏重合の偶然なる理説を使用すべし。これ、あれ法華経なんかでもね、あれするとお釈迦様があれする残念し、あれですね、何三昧だったっけ、あれしたやつも、この未見の逆号がね、東方万八千の度を照らしたっていう、ね、いうことが出てくるのから始まるわけです。どうして東方だけ照らしたのか、まあ、初めはそう思うわけだけど、この仏教の場合ね、その統合地だってね、何どこもここも統合でないとかないわけ。それから阿弥陀さんちったら西方極楽浄土って言うけど、これ何もこう西方でないところはないです。でまあみんな東西南北周囲上下それぞれがねみんなその十方なんだ。でしかしながらまた同時に十方であると同時にだからってみんな天地いっぱいなんですね。天地いっぱいであるけれどまた東方でもあるし西方でもあるし北方でもあるし南方でもあるし、これ仏教の話はだからね、今流の西洋流の頭で読んでちゃ本当にわからない。そうでないしかしながらその本当の言葉の意味としてはそうだね。いつでも東西南北ってそんなに決まっていないんだから。それでそういうのはね、東西南北自由上下を十方という他の表裏重合の無になる自説を思うべしだ。結局東西南北って言いながらその中に裏表があるからそれから縦横もある。で資料をするというのは忍耐はたとえ板に軽下せらるというとも忍実法なりと体感し結場するか。これ忍耐というとこれこういう体だからね、だからどうせ板に軽下せられます。私とあなたとってこれ鼻体が違うんだ、どうせ変わるわけだけれども、しかしながらこの自他っていうこと、そのまんまがまた実法なんだ。人実法なんだ。私は私なりに人実法の体を生きてる。あなたはあなたなりに人実法の体を生きてる。ね。そういうのを体感結晶するしな。そして、たとえ自他に軽減せらぬというとも、人実法なりと体感し結業すべし。つまり私は今言ったように私の働くところはみんな私にあらざる他人他物はないんだ。私誰でもですよ、みんな生命生きてんだから、生命という限り自分が働いたところがまた自分の命分身だ。そうするとみんな誰でも彼でも人十法を生きてる。私も人十法を生きてる。この人十法世界
ってそういう話がね、これ未曾有と聞くない、これ仏教の話聞かないと、そういう雄大な話は聞こえないんで、仏教の話聞いてもその辺で、お説教っていうと大概いいお話だけど、そんないいお話なんてのはね、ダメで、そうだな、みんな人事不幸って言うんだよね、いい悪いを超えてる、いいも悪いも低めな。で、法等なるゆえに、解等なるゆえに、これ、人実法っていうのその実法の法ですね、法も等なんですよ。この等っていうのはね、京都にも東寺院っていうのお寺が回るんですね、等寺っていう、これ、等寺っていうのは、すべてを真一教生に接して、平等に維持する。今言う私がさ、そんなとにかく出会うところ我が生命、これでもうとにかく出会うところ我が生命って言ったら、これ真一教生、あるいはこれ座禅にすると、座禅したらもうこれ真一教生で、そしてそしたらみんな座禅中の風景になっちゃう。いろんなことがね、我々も出会うところ我が生命というところでは、もう私の生命のみんな風景、そういうのをね、法と、だから一切二つに分かれる以前だ、何もかもね、二つに分かれる以前の生命実物の風景として受け取っちゃってるわけで、解答なるがいい、人事法界の解というのは、解というのは限りということですが、それもこっち側と向こう側とってね、そういう分かれる以前だ、それで全てが応答で解答である、で忍耐は次第五音なり、大臣ともに僕の無人するところにあらず、少女の産休するところなり、忍耐というのはね、これ忍耐、忍実法、真実忍耐の忍耐の尺ですが、忍耐というと次第五音だね、次第死次第というのは地水化風だ、地水化風が寄り集まってできたんです。五音は式重層行式。で、それで大臣ともに凡夫の無事にするところにある、大臣というのは次第の次第。六臣、これは臣というのは六臣、式昇降民俗法というね、こう簡単に我々の官能にこう入ってくる六経のこと。でところが、そういう六境で我々の心は乱されるから、それで、地上の心を要すもんだから、人知。で、そういう大人、共に凡夫の偶人するところにある。少女の産休するところにある。いや本当にね、生命実物としての次第五音も大人もだ。本当に僕の見た通りじゃないもの。我々みんな、こんなは悪いと思ってるけど、そんなもんでもない。結局、これは僕にわかるもんじゃない。そうでない。みんな生命実物として、そのまま、これ少女の産休するところ。で、また一陣に、十方を体感すべし、これは六人の一人という意味でもあるけど、この場合は文字通り塵という意味だね。一つの塵の中に十方が備わっている。これはそうだね。何から何まで。一人は小さく十方は大きいと思ってた大違いだ。そういう代償関係なしに一人はある。例えば我々人
こう中肉体のね一細胞を取ってみても、これその中に大宇宙大自然が働いてるの。そういうところが今ふっとこう思い浮かぶ、ね、いろんなことを思う頭にね、これももう、もうあれですね、大宇宙大自然が働いてる。だから一陣に立法を体感すべし。で、立法は一陣に濃活するにある。しかしね、立法はね、一陣に立法があるって言ったってね、決してその一陣の中に立法っていうものがこう入れられてね、そしてこう袋でキュッと締めてるっていうようなもんじゃないっていうのね。そうじゃない。そういう、こう大きなものをこの塵の中に入れて、そしてちょっとこう濃活っていうのが袋の中でしくくるっていうことはね、そんなのは外部的観察者の言うことだ。そうでなし、この生きてる当人として見たら、それそのものを生きる当人として見たらね、十方ってことはどっちへどう転んでも十方だ。どっちへどう転んでもってことだ。この3月の3月4月っていうことはまあいや面白い手紙が来るんで、その今年も何本かね面白い手紙が来てるわけだけどもね、2、3日前に来た手紙にもあったね、これお医者さんの古手らしいんだ。80何歳とかって書いてあったけど、それでね、そのお医者さんが大発見者の、大発見者って俺のもう一生の、あれらしいんだけれど、その、死後はないっていうことをね、それまあちっちゃいこう、文章にまとめて、なんか医学雑誌かなんか出したの、それ、コピー取ってね、送ってきてですね、そして、これ読んでね、そしてこれに答えてくださいって丸か×かそれで結局ね、簡単に考えてない、ね、そのお医者さんはまあ絶対にないっていうね、それに賛成あるいは反対とかって書いてある、その項目が書いてどっちか丸つけてくれって送ってきてるんだよね。あれこれね、結局まあ本当だったら大概の人はそれは放っとくと思うんだけど、私はまあ大体死んでると思うんだけど、まあ死後に霊魂や何かあるってね、それはないでしょうねっていうのは、まあ地球も滅びるだろうし、それから宇宙も滅びるだろうし、大宇宙も滅びるだろうし、その時に霊魂、俺の霊魂だけがどっかに漂ってても、まあ、そんなことはないだろうからないっていう、と思いますが、しかしな、そんなあるないを言ったからって言って、あなたの死ぬのには役に立たないつもりだと思って書いた。そしたら、またそれ言って、ないっていうことを賛成してくれたのは嬉しいけれど、俺の言うことを、そういう、ないっていう理由が違うじゃん。そういう、まあ私はあなたのような観察したって、全く無意味でしょう。本当は庄司北斎を送ってやったらいいわけだけど、このお医者さんに、庄司北斎を送っても意味ないと思ったからね、だからそう書いてあったわけだけど、そしたらやっぱりその外部観察者としてそのあれをその観察したことが大切だと思う、だから書いてきているわけだけどね、もうこれはまあ何をか言わんやね、その、まあそのまま放っとくよく知らないと思うけど、とにかくね、外部観察者ってもの、そ
それでもって、まあ、そういうお医者さんでも何かになってくると、自分自身こんな、まあ、お医者さんは自然科学者だからね、科学者であるかとしてお医者さんを見るわけだから、それでいいわけだけどね、しかしお医者さんっていうのはまた自分も生きてるんだから、そうすると自分が死ぬ段になって、ないと思ってたってけれど、こんなことが起こってくるとは思わなかったっていうことが出てくるわけで、その辺がね、もうちょっとまあいろいろだね、世間っていうのは広いって、やっぱりで、まあこの一輪を納棺するっていうのもただ外側から見てやるだけだ、そうじゃない、あるいは一輪に相当物殿を混入し、あるいは相当物殿に金塊を混入せる、結局ね、大切なのは自分自身、そして自分自身が無量無変のどっちへどう転んでも天地いっぱいの命を生きてるっていうね、自分を生きなくちゃなんですね。そうすると、あるいは一陣に創造物でも混入する、天地いっぱいの命生きてるから、天地いっぱいの創造物でも混入しなきゃ、混入って言ってね、何も土木建築の話じゃないですよ、本当に天地いっぱいの、それからあるいは創造物殿に人海を混流せるか、つまりね、これ宗教っていう話はね、つくづく思うけどね、その天地いっぱいの命を生きてるから、天地いっぱいの働きをしようっていうことが狙いだっていうことだけを教えるのは、その、宗教の根本ですよ。これ、まあ、キリスト教でも仏教でもそれが大切だ。キリスト教でもね、サロマンの飲むにも食らうにも何事をなすにも神の栄光の現れるようにせよっていうのがね、あれですね、ローマ書だったか、コリント書、コリントで出てますがね、結局神の栄光を表すように行動するということが、このキリスト教のその実際の大切なところだ。で、結局それと同じことをね、天道教訓でも教えてる、一教僧を念じて法を説を立て、一味人に行って大法輪を転ぜよ、つまり天道がこうナッパーのお料理してる場合、一本のナッパーをね、最高に働かせる、もうそういう天地いっぱいのナッパーを働かせる、だから一味人をまた大法輪を転じなくちゃいけない、その辺が狙いなんですね。だからそれが森林学道で、これより混流せり、混流これより慣れり、結局混流ってことはそういうこと、陰謀の通り、すなわち神立法界真実忍耐内で、決して自然天然の邪険になろうべからず、改良にあらなれば公共にあらず、人事公開というと広いと思うけれどね、広いことは広いけど、その会という会で境目があると思ったらそれで違う、広い狭いを絶してるの、それが人事公開だ。から一味人も仏会もから全ていちいち人事公開とかね、で公共の、まあ、広いとか狭いとかっていう領域は測られない、で人事公開は八万四千の説法運なり、八万四千の説法運というのはね、大体我々八
始まる自然の煩悩があるから、その煩悩に応じて始まる自然の説法が出てくる。運っていうのね、五運とか、ここにあれ説法運っていうね、運っていうじゃどういう、大体どういうのかっていうとね、集まるっていうことね、十徳、あるいは尺十の儀、結局ね、精神の方は、あらゆるものね、こう、まあね、すべてがこう集まって、一応の形するっていうことで、まあ、雲みたいなもんだ。雲っていうのも、これ、なんかこう、一応集まって、そしてこう、一応の形するでしょ。そういうのを運だ。ね。この、八幡自然の煩悩って言って固まってるわけじゃない。決まってるわけじゃない。一つの運だ。これ、だからまた説法っていうのも一つの運だ。八幡自然の三昧だ。これ八幡自然に行ったって何、当時っていうとこから見たら残敗なの。どんなにたくさんあったからって、みんな、これ、死、教書に接してね、それで、あれしてる、一目で見てる書いてある。八幡自然の残敗。それから八幡自然のだらにだ。だらにっていうのは掃除っていう、掃除っていうお寺もあるから、すべてを保つ。八幡自然の説法運、これ天保林なるがゆえに法林の天女は豪快なり豪に、これは、まあ、八幡自然の説法運、これは一日が仏さんの説法運だから、法林の天女のところみんな豪快豪に、天地一体無音で、貿易なきにあらず真実に至らない、豪にだ豪快だ言ってですね、その天地一体もう豪に豪快だって言ったからってね、それぞれの貿易がないわけじゃない。それがあれだ、東西南北もちゃんとある。それからだからね、スミレはスミレだ、バラはバラだ。で、スミレはスミレなりに天地いっぱいの命生きてるから天地いっぱいの花さ、バラはバラなりに天地いっぱいの命を生きてるからバラとしての花さ、天地いっぱいの花さ、それが真実にいっぱい。今の何時、今の我、人事崩壊真実人体なる人だ。これらを探すことなく学童するなり、結局ね、天地いっぱい人としてすみれはすみれなりに、バラはバラなりに、今ここは今ここなりに、みんな天地いっぱいの花を咲かせるように生きるのが道っていう、つまり仏法のために仏法を主する、生命実物を生きるために修生命実物を生きる。そしてこの道は向こうへ行く道じゃないですよ。この本当に今ここが今ここになる。たとえ三大阿僧以降、十三大阿僧以降、無量阿僧以降までも写真不思議不思議持っていく。必ず学道の利切なる進歩逮捕学道なり。これ写真不思議って本当にね、我々死んで生き、死んで生きで生きてるんですもんね。今の息は今するっていうけど、今吐くことによって死んでいくわけだ。それからまた吸うことによって生きるんだし、でこれ写真受信して、そしてもう相続してるわけです。それがいちいち必ず学童の利切な進歩逮捕学童するのみってこと。で、礼拝門人するすなわち同志異議なり、古木をがとし支配をませんす、しばらくの寒暖あらず。結局ね、この礼拝門人っていう、まあ、日常の
行動ですね。これはもう老子学道の意義だ。だから古国をがと視界をませんする。これまあ座禅してる場合ね、古国を古国視界っていうのはね、大体は少量仏教の人たちが化身滅治するというので全く軽気になっちゃって、それから死んだ灰になっちゃうっていうね、ようになるのを古国視界っていうけど、今我々座禅するっていうのね、生き生きした生肉を持ってそういう古国視界の発光してるわけよ。実際はそこでね、その血の通った生肉と、それから古国視界と、それを超えているところですわ、影響がね。で、マセイスっていうのは、これもあれですね、前にも読んだけれど、結局、マセイスそのものがまた左京だ。これで、ダネっていうのは、今我々のするダネはそうだ。マセイスって言って、体を見破っていうところに、作業するわけで、しばらくの観覧は歴日は観測なり短足なりといえども学童は有言なり。これ今の息は 今呼吸しつつこれ年も取っている。それから今の修行は今修行しつつ修行も成り立つ。でそれが途切れ途切れじゃない。で歴日は短足なり、まあ、人間の一生は短いで、学道は有音なり、この無限の深さ、下げ湿気せる風流、たとえ少年なりとも、娼婦に混同することなかれ、滑稽たとえ共同すとも、蓮舫に一斉なりにあらわせ。このところはね、私安泰で本当にその極貧の生活をやってた人の方、このあとを読んで本当に慰められたね。我々ね、いやこの鮭しげせる風流、たとえ少年なりとも娼婦に混同することなかれ、家計たとえ共同すとも蓮舫に聖なにあらずっていうと、いかにもね、差別用語みたいに聞こえるじゃない。差別語みたいに聞こえるけどね、そうじゃない。今この天地いっぱいの命を生きるということはね、その金金って言ってね、ものが生きてるやつとそれは違います。価値観が違う。価値観が変わるから、そのガラッと世界変わる。そしてそのいや、私なんかでも、その頃、あれ、いくらぐらいだったかね。今、修造さんのところが、月1万5千円でやってるっていう。木ではなく、2人で1万5千円って言ったらね。そしたら、大原さんっていう、大倉さんっていう、ヘビ計算台の社長だった人をね、今、大倉電機っていうのをやってる。そこの社員が、人が、修造さんとかに来た人、その社員っていうのは、あれなんですね、定年もまあ、間近になる。しかし、俺はそれから先の、収入はどうなるだろう、生活はどうなるだろうって言って、それ考えて、50ぐらいの人らしいんだけど、少しノイローゲーゼに意味になっちゃったので、で大倉さんが修造さんとおいでって言って、行ったらしい。そしてそこで一接心しただけでもって、ああこれが原点だっていうだけ分かった。そしたらノイローゼいっぺんに吹くんだった。違う、そりゃそうだよね。この大体そのいや、だいたいまあ修造さんとか今1万5千円であるけど、それはそうだ。払うのがさ、電気代と新聞代、
みんなで金が生活生活ってやるのさっきも言わず貧乏症だから生活生活ばかり心配してるけど何それで1万5000円でもやれろいやところがね今の秀足さんの生活よりも私の安泰寺の生活はそれよりもっと良かったんだそれでもねそのここの段見て慰められたねほら俺とあの世間の貧乏症のやつと価値観が違うほいでもってねこれそんな金みたいなものでねその生きてんじゃないのもっとね素晴らしい食い物がいい俺しょっちゅう食べながら天地いっぱいの食い物を食いながら生きてんだからねそうするとまた本当に豊かなだからこの鮭出家セルフ風流っていうか本当に風流な生き方なんですよその我々の生き方はねそうするとたとえ少年になりと思って寂しい姿であろうとも 山夏の木彫りとは違うぞそれで各家たとえ共同すと思って生活に追われてね忙しいそれは本当に私たちでもねこれもう金がないから金がなくて霞で行けるわけじゃないからねそれは生活に追われてますしかしなら生活に追われてても善故に姿勢なるにあらずってまあ卑しい神と一緒じゃないぞそれというのはこの素晴らしい食い物を食って素晴らしいところで住んでるそれがあれでねだから名号天学の論に比することなかれて今も言うようにね宗教のお話っていうとちょっとでもいいお話聞いてきたって言ったらいいお話ぐらい考えてるこれはいいお話悪いお話だそこが抜けてるお話なんだこれで英語の哲学の論に比することなかれ蛇書真理の際に届くることなかれでなもう今日もうちょっとだから読んでやると庄司古来真実忍耐というはいわゆる庄司は凡夫の露天なりといえども大正の初脱なり庄文発祥戦これを真実体とするのみにあらずこれに二種七種の品あれども風神するに面々皆庄司なるゆえに服務すべきにあらず名義官となれば今だ庄を捨てざれども今すでに父を得る今だ死を捨てざれても今すでに庄を得る庄は死を軽減するにあらず死は庄を軽減するにあらず庄に共に凡夫の知るところにあらず庄は白樹子のごとし死は血管のごとし白樹はたとえ白樹に下せらるとも庄は今だ死に下せられざるがゆえに学道ない庄は一枚にあらず死は様式にあらず死の庄に相対するなし庄の死に相対するなし縁語伝字の曰く庄や全起源死や全起源失速す大国百神上変変この動脈静かに工夫点検すべし縁語伝字かつて陰謀言うといえども今だなお今だ庄司の前期に余れることを知らず古来を山岳するに古に庄司あり大に庄司あり庄に古来あり死に古来あり古来は人立法会合両翼三翼として彦開いし人立法会合三族五族として神と逮捕するなり庄司を当美として人立法会真実忍耐はよく本心開納するなり本心開納するにの一仙台なり自美人になり両端端地それ激流先人なり激流先人所それ両端端地なりこのゆえに満州北州の面目ありこれを剣して格闘する理想理想の骨髄
最低心にします。で、当時古来真実忍耐という、まあ、その真実というのはどういうことかというとですね、いわゆる庄司は文句の書店、あ、武店なりといえども大庄の書だった。これ同じ生命実物をですね、僕はそのここに死んで向こうに生きるとこう思う。ところがそうでない、その代償っていうのはね、これは生は生義理だ、生は生義理、死は死義理、その理を長文暗号主張する。で、長文を主張せん、これを信じたいとするのみにあらず、これ門を越え章を越え、この結局文章を二つに分かれる以前の命というのが大切なんだから、あらゆるね、章と死と門と章と、そんなに分かれる以前、それでそういう真実体なんであるが、しかしこのこれに二種七種の品あれでも偶然するに年明皆庄司なるゆえに隠すべきであらず、これ庄司っていうその二つに分かれる以前なんだからね、そのあれだけれど、それでもやっぱり二種七種っていう、これまあインド人っていうのはね、その いろんなことでもすぐそれにはいくつあるっていうね、くしゃみにはいくつある、そういうふうにすぐこう数え上げる癖がある。で、これ庄司っていうのも、生きると死ぬとって言うだけなら、ね、その生きると死ぬとにいくつあるって、まあ二種七種数え立てるわけだ。で、もう結局は偶然するに年々皆庄司なるゆえに、結局はどれもこれもね、庄司なんだ、庄司は庄司で、空すべきにあるゆえいかんとなれば、今だ生を捨てざれども今すでに生を、今だ死を捨てざれども今すでに生を。で、今日これどういうことかっていうと、まあ私のその庄司北斗師匠の言葉で言いや、庄司二つに分かれる以前の実物の命の深さで生き死にするってことだ。結局ね、その、生きたり死んだりっていうけど、本当の実物って言ったら、生と死と二つに分かれる以前の生命実物が、それがこう生まれてくるってことでもあるし、また死ぬってことでもある。だからそれがね、今だ生を捨てざれども今すでに死を、ね、今だ死を捨てざれども今すでに死を、ね、だからね、その生と死とっていうのは結局人間の分別、頭の分別なだけの話ですよ。ところがね、生に分別したその生が死を軽減することはない、ね、結局、ね、その生っていうことがね、いくらあれしても頑張っても死っていうのを邪魔することはない。例えば、これはもう、どうしてもね、その、生きちゃいられないんだって、死ぬことばっかり考えてたって、それだからって言って、生を邪魔することはない。また、俺は死んでも死にきれないんだって言ってね、いくら言っても、その死ぬときは死ぬ。で、生きていたくないって言ったって、生きて死ぬときは死ぬんだしね。それが、生は死を軽減するにある。死は生を軽減するにある。これは、二つに分かれた後の、これは分別。頭が分別しただけだ。それでもって、この分別されたものが軽減することはできないんだ。もっと二つに分かれる以前の実物が、あれしてるから、生まれたり死んだりするんだからね。で、庄司共に僕の死ぬところにある。結局分別する頭じゃ死ぬことはできない。
間の頭っていうのは向こう側に置いて初めてこう自分とそれから向こう側とって分けて、そしてまたそれをまた相対もないこれだして分別する。ところがね、今言うように観察者ってね、その実物をそこに置いて、俺は俺が消えちゃうならいいんだよ。その、まあ今お医者さんでもさ、患者見るのに今のお医者さんで、まあお医者さんだってね、陸先生とか大越先生とかっていうお医者さんもいるんだけど、今その辺のざっとしたお医者さんっていうのは今、さっき手紙くれた程度の人が多い。そういう人はこの感情を見るのに、その客観的に見ないっていうんでね、客観的に処理するっていうことだけ考えてると、それで俺が消えてんならいいんだ、消えちゃうんだ。だけど客観的に処理するっていう自分がいるんだ結局。そうすると自分が今度は人の癌はちゃんと、これは癌だ、これどうせ死んでくんだ。それで簡単に処理する。しかし俺が癌になったとか、俺のところにそれが降りかかってくるとは思わなかったってそう言い出すんだからね。それでそういうね、分別された後の話ばっかり考えてる。そうでない、大切なのは俺の話だ。で、音符の生じ本当の生命実物の話は音符の知るところじゃない。で、生は白樹脂のごとし、これはまあ、死は血管のごとしっていうのはね、これ、生や全起源、これ、つまり、ただ生は生を生きるの。死は全起源、ただ死を知るのみということ。で、白樹はたとえ白樹に下せられるとも、生は未だ死に下せられざるがゆえに躍動するなり。でね、白樹が白樹を邪魔するってことはない、軽減するってことは、そんなことはないわけだけど、たとえあってもの話。たとえ白樹は白樹に下せられるとも、生は未だ死に下せられる。あれざるがゆえに躍動ない。たとえ白樹が白樹に下せられても、それでも生が死に下せられることはないっていう。その辺のところこそも躍動するっていう。ね。生が死に絶対に軽減せられることはない。それを学徒する。で、生は一枚にあらず、死は浪費にあらず、これは一旦に変わらない。一枚二枚ってね、数えられるものじゃない。生死だいたい生って言ったら形が本当は変わり決まってるもんじゃないもん。雲みたいなもん。雲が現れたって言ってね、あ、おめでとうって言って、それでお席が入って、それで体力を買ってきて、おめでとうって言って雲が生まれたって。で、今度は雲が消えたって、あ、雲がなくなっちゃったって、それで葬式出さなきゃって、そんな程度のもんだもん、人間のやってること。雲なんかなんともね、ただふっと現れてふっと消えてるだけ、それでいいんだ。だから私なんか師匠でも親でも葬式しやし、そういうことをあんまりどんどんしないでもらいたい。だけどそうだね。で、生は一枚にあらず、死は浪費にあらず、死の生に相対するなし、生の死に相対するなし、これもまあ大体を大したね、相対的な話じゃないんだ。大体を絶した話なんだ。で、連合禅師は生や禅記念、死や禅記念。これ生きるときは全てぐるみで生きるんです。だから死ぬときは全てぐるみで死んでる。それっていうのはさ、いつも言うけれど、自身が万法を生命体験すると
に存在する。だから地震と万法というのはもう2つに分かれる以前だ。だから全て生きる時は生きる、全て来る、死ぬ時は死ぬ時に全て来る。それで必足する大国、これ必足っていうのは塞がり、迫り塞がるってことだね。これ一物もあって迫り塞がるんじゃない、そのまんま大国で作新上変遍。これ作新っていうのはこの前も詳しく話したけど、なんかかっちり決まったものが一物が何もないってことね。で一物として立するものがない、それを釈という。でふっと浮かぶ、ふっと消えてくる、前後裁断するから、だから上は変遍だ。この動作静かに偏見、工夫偏見すべし、伝言伝事かつて言うも言うといえども、なお今だ生児の前期に余れることを知らず、いや、もう生児の前期炎に漏れたものがあるぞって言うね。それは、いや、伝言伝事の言葉でそれでいいんだけど、道元伝事はあえて、まあそういうのを引っかかって言ってるわけで、古来を山岳するに、古に生児あり、大に生児あり、生児古来あり、死に古来あり。結局ね、生児古来って言ってもね、それいちいちにね、内容、中に内容があるんだ。で、古来は人立法会を両翼三翼として、その、手を開いし、人立法会を三足五足として、信法対応するんだ。古来って言ってもね、天地いっぱいぐるみで生まれてて、天地いっぱいぐるみで死んでるんだからね、天地いっぱいっていう中身がある。で、生理を講義として、人立法会し、よく本心解放するなり、生理、生理って言って、頭や尻尾を持って、人立法会、真実忍耐、天地いっぱいっていうのは身を翻したり、脳を巡らしたりするっていう。これやっぱり、そりゃそうだ、これ我々のこういう顔を持って、そして天地いっぱいの命生きるんだからね。それで、本心解放するに、の一仙台なり、人理人理なり、これ人理法会中っていうから、の本心解放っていうから、大したもんかと思うと、実は一仙台、一仙玉ぐらいの大きさだ。あるいは人理人理なり、美人みたいなもん。いや、それつくづく私も思うね。これ、私いつも海側に、こう、空見ながら、青空の時なんかこうあれして、青空のこの下にね、これだけの人間がいるんだ。みんな人民人民人全くね、そっちもってこう、飛行機が一人前でかわして飛んでくけれど、だけどこれはもうみじんじでこうね、飛んでくんだ。そしてあん中にね、50、100人だから、200人だから乗っているんだからね、あれみじん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 じゃん。それで、それこそね、淡々にそれ壁流戦地淡々として平らがであるように、同時に人の寄りつけない壁流万人だ、壁流戦人のところ、それ両淡々にだ。それでだからこれ本当にね、妙なもんですよ。そう普通考えた通りじゃないね。でその普通世間の人が考えた通り見た通りじゃないってことある。仏法の話聞かなきゃ分かんない。でこの家に何しろ木衆の面目あり、これを剣して格闘する、悲壮悲壮の骨髄あり、これをこうして格闘するのに対し、結局ね、その何しろ木衆っていうのは、まあ、南禅武衆北黒衆っていうのね、まあいろいろの世界があるわ。で悲壮悲壮よっていうのはこれ武士機械の話だけどね、まあいろんなものがあるけど、要するにだね、その新人学童っていう点から言ったら全く差別がない。それでいろんな環境世界もあるだろうけれど、しかしながらただ
も発毛内視にして発信してですね、で修行していくっていう、これが格闘するのみたい。まあ今日で、この次